シングルスケーティングはフィギュアスケート競技の一つ。男子シングルと女子シングルの二つがある。男子女子ともにショートプログラムとフリースケーティングを行う。大会によってはショートプログラムで所定の順位に入ったもののみでフリースケーティングを行うこともある。採点方法は ISU ジャッジングシステムを参照。男子シングル羽生結弦女子シングル、浅玉を満たさない要素があったり、 余分な要素があったり、ミスをした要素をやり直したりしてはいけない。また基本的に、ジャンプは各要素で同じ種類のジャンプを飛んではいけない。アクセルジャンプの要素でトリプルアクセルを飛んだ場合、他のジャンプの要素でトリプルアクセルを飛んではならない。ジャンプのうち、ジャンプコンビネーションは3つまで、そのうち3回連続コンビネーションは1つまでに制限されている。また、 同じ種類の3回転以上のジャンプは2種類を2回までしか挑戦できず、2回転アクセルは2回までしか飛ぶことができない。ショートプログラムと比べると演技に弾力性はあるが、ミスをした要素をやり直してはいけない。スピンでは、採点表で全く同じ表記をされるものが複数、あってはならず、複数回同じスピンを行った場合は、 その表記のスピンのうち最初の一つを除くすべてが0.0点となる。ありがとうございます。